皆さんこんにちは。今日は佐賀城のご紹介をしたいと思います。佐賀城は全国的にも珍しく本丸御殿が再現されてるんですよね。なので今日はその辺もご紹介できたらなと思います。で、今見えてる像は佐賀藩第10代藩主の鍋島直正の像ですね。この人は優れた経営手腕によって財政難にあった佐賀藩を立て直した人として有名です。佐賀城は佐賀市内の中心部にあって、邸閣輪郭複合式の平城になっていますね。今でも衛星写真とかで見るとかなり大きくはっきりとした堀が残っています。そして石垣もこのように立派に残っていますね。佐賀城は江戸時代初期にはもう完成してたんですけど、1726年の大火で本丸は焼失してしまったんですね。で、その後110年間再建されることはなかったらしいんですけど、その本丸の役割を果たしていた二の丸が1835年に火災に見舞われて、ちなみにこちらは天守台ですね、後でご紹介します。で、その火災の後に鍋島直正が本丸御殿とこの門を再建したということらしいです。この門はシャチの門といって、シャチが屋根に乗っかっていることからそういう風に呼ばれているみたいです。1838年6月に作られたものみたいですね。こちらは国の重要文化財に指定されていて、門の構造は22階の渡り櫓門に12階の続き櫓を組み合わせたものみたいです。屋根は本瓦葺き入り母屋造りで、これは本当に格式が高いような鍋島市36万石にふさわしい規模を有していると言われています。200年近く経ってますけど、すごく綺麗に保存されていますよね。こちら本丸の周りは石垣が張り巡らされていて、すごく綺麗に残っていますね。ちなみに外堀の周りにはこういった石垣はなくて、土塁が築かれていたようです。そしてその土塁の上には木が植えられていて、外からは城内が見えないように工夫されていたようです。平城ですからね、何も山とかがないので、そういった工夫もあったようですね。そしてこちらが門です。立派ですね。そしてよく見ていただくと分かるんですけど、無数の穴が門に開いてるんですね。こちらは1874年の佐賀の乱の時につけられた弾痕みたいです。当時は明治政府と旧佐賀藩士を中心とした部隊である士族の反乱がここで起きたみたいですね。明治7年になってもこういった士族の反乱が起きていたっていうのはすごく物騒だなっていう感じがしますよね。ただこういう弾痕を見てると、いかに激しかったか、戦いが激しかったかっていうのが分かって、それも歴史だなと思いますね。門の内側はこのようになっていて、ちょっと中身が気になったんで撮ってみたんですけど、これは倉庫みたいになってるのかなと思います。あんまり見るところではないみたいですね。佐賀城の説明に戻りますけど、佐賀城は平城なので防御が大変だったみたいです。なので幾重にも外堀を巡らせて、いざという時はこの本丸以外の部分を水没させて防御するというようなお城の作りだったみたいです。そういうこともあってか、このお城は沈み城とも言われていますね。そして門をくぐってすぐにあるのが本丸御殿ですね。この本丸御殿は再現されたもので、2004年に作り直されたものです。今は歴史館としていろいろな展示が見られるんですけど、この本丸を再現するっていうのは個人的にはすごくいいなと思います。お城というとやっぱり天守閣が皆さん思い浮かべる象徴みたいな感じだと思うんですけど、お城の実際の姿というのはやっぱり本丸御殿だと思うので、政治の中心ですしね。なのでここを再現するというのは非常にいい試みかなと思います。名古屋城も確か本丸が再現されてますよね。江戸城とかも天守閣じゃなくて本丸を再現したらすごく面白いのにと個人的には思います。さて玄関に入っていきたいと思います。
この本丸は実は江戸時代の大火とか度重なる戦火地震にも耐えて、先ほどの佐賀の乱でも燃えずに残ったらしいんですよ。で、明治期には県庁とか学校として使われていたみたいですね。江戸時代に作られた本丸御殿は1920年大正9年まで残っていたみたいです。その後は解体されてしまったらしいです。当時としてはやっぱり古くなって老朽化で壊してしまったんですかね。当時としてはおそらく江戸時代の建物っていうのは珍しくもなんともなかったのかもしれません。ただ結果的にこうやって再現されているので、まあそれはそれでいいのかなと思っています。さあ、玄関に入っていくとこうやって鉄砲とか甲冑とか展示物があります。復元されてまだ20年も経っていないので、かなり新しい感じがしますね。ここ玄関ですけど、かなりこの部屋だけで何十畳もあるような広い部屋になっています。天井はこんな感じになってますね。オリジナルではもちろん照明とか、あとこの部屋じゃないんですけど蛍光灯がこう埋め込まれてて、そういうのは新しく作ったんだなっていう感じはしますけど、やっぱり照明は必要ですよね。そしてこの廊下がすごく立派です。ここは大広間に続く、玄関から大広間に続く間の廊下ですね。横が大広間になってますけど、すごくこの廊下だけでお部屋っていう感じがして、昔のお城っていうのは本当に広かったんだなっていうのを感じさせます。そしてこちらが大広間、蛍光灯が埋め込まれてますね。火災報知器も埋め込まれてますね。まあこれはこれでいいのかなと思います。ちょうどこの日は着付け体験みたいな、ちびっこ着付け体験みたいなのをしていて、いい試みというか面白いなと思いました。すごく広い広間です。ここの広間はおそらく江戸時代では正式なイベントとか集まりごととか、そういう時に使ったんじゃないかなと思います。これだけ広い部屋が残ってるんですから、明治になっても取り壊されずに、まあ、県庁だったりとか学校に使うっていうのもかなり理解できますね。そして廊下のここの障子を開けてみると外が見えます。こんな風に天守台も見えますね。この復元された本丸がどれだけオリジナルの本丸を再現してるかちょっとわかんないんですけど、これを見る限りでは江戸城とか、あとは今残ってるので言うと二条城とか、そういった大広間に比べるとかなり質素な感じがしますね。襖画とかもないですし、天井とかも何も絵が模様が描いてなかったりとかして、すごく落ち着いた感じがあります。個人的にはこっちの方が好きですけどね。江戸城とかはやっぱり権力の象徴として立派なものを作る必要があったと思うんですけど、実用面で言うとこういうお部屋で十分ですよね。さあ、大広間の奥に行くと御三家座という部屋があるんですけど、この部屋にはこのお城に関する展示物がいくつか展示されています。こちら古い資料の拙写が禁止されているので遠巻きの撮影になってしまうんですけど、こちらは佐賀城の模型ですね。実際に建物の模型があるところが今本丸が再現されているところで、板みたいになっているところが昔あった本丸跡ということになります。実際はこんだけ大きいお城だったんですね。でもこれだけ主要部分を再現してるっていう点でもすごく価値が高いかなと思います。そしてこちらを見ると絵図があって、この外側のお堀っていうのは今でもほぼ完全な状態で残っています。そして本丸、今いるところが右下にあるところですね。本丸が端の方にあるので底角式の城郭ということになりますね。この中心部だけを見るとこちらも同じような感じの図があります。この内堀の幅は約80メートルあるらしくて、
江戸城の外堀に匹敵するような壮大なものですね。そしてこちらが本丸の屋根、主に屋根をどうやって再現したかっていうのを、展示している模型になります。そしてここがガラス張りになっているので実際に見ることができるんですよね。外から見ると屋根の部分が結構スペースがあってすごく屋根裏部屋が作れそうな感じですけど、中は実際は木組みになっていて部屋はあんまり作れなさそうな構造になっています。当時の建築様式としてはこういう風な屋根が主流だったみたいですね。そして床下には実際の遺構が残っています。敷石ですね。こちらの敷石の上に再現された本丸が立っているみたいです。こちらもガラス張りになっていて床下が見えるので江戸時代の遺構も見やすくなっています。敷石というか礎石というんですね。こちらは大広間の反対側の廊下ですね。こちらでもかなり立派ですよね。ここでもうちょっと詳しく佐賀城の歴史をご紹介しておきますと、最初の本丸ができたのが1611年みたいですね。そして1726年に佐賀城の大火災があって、その時に天守閣をはじめとして本丸が焼けてしまったそうです。その後に本丸が作られたのは焼失から100年以上経った1837年。それまで本丸代わりに使っていた二の丸が焼失したことをきっかけに鍋島直正がこちらに本丸を作ったそうです。そして明治になってからもこの本丸は取り壊されることなく使われました。最初は佐賀県庁がここに入ったみたいですね。その後に佐賀の乱があった時もこの本丸は焼失を免れています。そして1920年大正9年になってからこの本丸御殿が解体されてしまったみたいですね。今思うと何とももったいないという感じですけど、大正時代から見ると江戸時代のものっていうのはまあちょっと古くなったからそろそろ壊すかっていう感じだったんですかね。わからないですけど、これを外見るとこの部屋がどこにあったかっていうのがこうやって展示されててすごく面白いなと思いました。こちらもね、出入り口が昔はここにあって建物が続いてましたよっていう展示がこうやって見ることができますね。すごく広大な御殿だったみたいです。多分佐賀城が文化財として意識されてきたのが昭和に入ってからだと思われます。1957年には冒頭に紹介した門とか櫓が国の重要文化財に指定されたみたいです。こちらは瓦なんですけど堀の中から見つかったみたいですよ。そして今立っている本丸、再現本丸ができたのが2004年のことです。なので結構最近なんですよね、この建物が再現されたっていうのは。そして今から向かっているところが御座の間というところなんですけど、こちらは藩主鍋島直正の居室だったところみたいです。この建物はなぜかはわからないですが焼失、解体を免れて現在まで残っている貴重な建物ですね。作られたのは1830年代なのでもうだいぶ200年ぐらい経っているものですね。門と同じぐらいの古さだと思います。再建された手前側の本丸と比べるとやはり木を見ると全然色が違うんですよね。すごく古い感じがして一気に遺構だなっていう、江戸時代の遺構だなっていう感じがしませんか。こちらの建物は昭和32年1957年までは小学校の作法室として利用されていたそうです。その後この本丸の改築に伴って違う場所に移転されたみたいなんですけど、そこではなんと公民館として利用されていたそうです。でその後にこの本丸を再び再現するということでまた同じ場所に移築されて戻されたという、結構
大移動してるんですね、この建物っていうのは。この藩主の居間にあたる御座の間が現存している例はあんまりないらしくて、結構全国的に見ても珍しいみたいです。あ、あんなところに直政さんいたんですね。すごい怖い顔してますけど、とても優秀な方です。こちらは障子の紹介ですね。石垣張りという大きい紙をすくことができなかったので、それを継ぎはぎして継ぎ目が見えてるところが石垣に見えるということから、石垣張りという風に呼ばれているそうです。こちら側から見ても本丸すごく立派なのがわかります。江戸時代はさらにこの手前にまた建物があったんですね。奥に見えてる塔は NHK の塔だと思います。昔で言うと二の丸のあたりだったかなという感じですね。さあ、再現されている建物っていうのはここで終わりなんですけど、先ほどと同様にこちら側、東側ですかね、建物がこういうふうに連なっていたというのが、この地面の色が変わっているので分かりやすいですね。とても大きな建物だったみたいです。それを想像するだけでもすごく立派なお城だったんだなっていうのが分かります。さて、最後に本丸の奥にある天守台に向かいたいと思います。佐賀城の天守は1726年の火災の時に焼失してしまって以降、ここに再建されることはなかったみたいです。江戸城もそうですけど、やっぱり天守っていうのは倉庫として使われたりとか、象徴の意味合いが強かったので、無用の長物だったんでしょうね、江戸時代の中期以降は。なのでここに石垣はあるけれども天守がないという状況がずっと江戸時代続いていたみたいです。さあ、こちらが石垣ですね。結構大きい石垣です。江戸時代の当初はだいたい規模的には小倉城と同じぐらいの天守がここに立っていたそうです。こちらの天守台の上には、実は最近まで2003年まで建物が建っていたみたいなんですよね。共和館と呼ばれる明治時代の建物が移築されて残っていたらしいんですけど、天守と間違えられることがあるということで解体されてしまったみたいです。用途としてはサークル活動みたいなのに使われていたということらしいんですけど、もしかしたら、使ったことある方多いかもしれないですね。眺めは良さそうです。石垣もちゃんと立派に残ってますね。そして天守台の横にはすぐ本丸御殿がありますね。ここは大広間のところです。そしてこちら側に土塁があって、昔は向こう側に堀があったということですね。この土塁も多分江戸時代のままなのかなと思うんですけど、当時はここに木が植わっていて外側から中が見えないようになっていたようです。こちらにも石垣が続いてますね。当時は門があったんでしょうか。さあ、ということで今日は佐賀城をご紹介してまいりましたが、再現された本丸っていうのはなかなか面白いですね。お城といえば天守ではなく本丸御殿っていう個人的な好みとしては、この佐賀城本丸御殿を再現したっていうのはすごくいいことだなと思います。そしてこの佐賀城なんですけど、入場料が無料なんでそこもすごく気に入りました。駐車場もタダなんですよね。これは信じられない、東京だったら。さあ、最後に外側の石垣を紹介して終わりですね。この辺は多分江戸時代はちょっとした堀があった場所だと思われます。苔むしててなかなか雰囲気がいいじゃないですか。ということで今日は佐賀城のご紹介でした。また次回お会いいたしましょう。さようなら。